最近ニュースで株が上がった、はい、高くなった、はい、っていうようなものがすごく聞かれるようになりました。はい、そうですよね。テレビニュースでもですね、株価の話を取り上げると視聴率が取れるとこう言われてますよね。あんまり絵がないのでピンとは来ないんですけれども、はい、その株価というと日経平均株価という言い方をするんですよね。そうですよね。はい、その株価が史上最高値を更新したと、はい、で景気は実感あるって私はこのクエスチョンの方の「はい」って感じなんですけれども、ね、本当にね、はい、34年ぶりにね、うん、こう更新をし、ついに 4万円台を突破したってニュースになってるんですけど、うん、確かに景気とかあるいは本当に良くなったって実感がないんじゃないかという人も結構いると思うんですよね。うん、それはどうしてなのかってことを見ていきましょう。はい、池上彰と増田ユリヤのYouTube 学園。株価というと、はい、東京証券取引所で、はい、株の売買が行われるとかいうことは知ってるんですが、はい、私が知っているこの東京証券取引所は一部上場、二部上場なんて言い方をしていました。はいはい、そうでしたね。うちの会社は一部上場企業ですってなんか大企業の代名詞みたいになってましたけれどね、はい、今はこれがプライム、スタンダード、グロースに分けられたんですね。ちょっと聞いた感じではかっこよく聞こえるかな。そうですね。はい。で2部上場って言うとなんとなくね、うん、落ちる感じがしたり、はい、前はだから1部2部それからマザーズっていう分け方なんだったんですけど、うん、はい、一部上場企業がちょっと多すぎるんじゃないかって、うん、海外の投資家から文句が出て、本当に選び抜かれたものだけにすべきだっていう意見もありですね。そこで一部上場の中でも本当に有料だというところをプライムにし、うん、それ以外のところはスタンダード、標準ですよと言って、うん、そしてグロースっていうのは成長産業、成長企業ですよね。だからこれから本当に大化けをするかもしれない、うん、ものすごく利益が増えるかもしれないし、途中で失速して消えてしまうかもしれませんよ、うん、ハイリスクハイリターンですよという企業がグロースに選ばれてるってことですね。うん、その中でも株価を決めているのはこのプライムに該当する企業ということなんですか。はい、そうなんですね。日経平均株価って言いますけど、日経って日本経済ではなく日本経済新聞社が独自に225社を選んで、うん、その平均株価を出しているというわけですね。うん、で225社というと、例えばトヨタ、日産、日興、全日空、伊藤忠、三菱商事、三井物産、あるいはソフトバンクなど本当に名だたる大企業が入っている、うん、こういうところの平均株価ですから、こういうところって今景気が良かったり儲かってるわけですよね。うん、と当然平均株価も上がってるってことですね。だから私には関係ないと思うわけですね。だから、こういうところに選ばれてないところでは株価が上がってないところもあったりするわけですけどね。そのことがじゃあどういう影響があるか。はい、それによって例えば他のいろんな企業がこういうところの株を持ってたりするんですね。うん、会社としてよその会社の株を持ってるわけですよ。例えば日本の場合はいろんな取引先ってありますでしょ。うん、例えば自動車会社にすればいろいろ部品を作ってくれる会社がありますよね。うん、そうすると部品を作ってくれる会社の株を持ってたりするわけですね。はい、うん、そうすると逆にその部品を作ってる会社がそれを買ってくれる会社の株を大量に持ってたりするわけですね。お互いこれから仲良くやりましょう、お互いに株をたくさん持ち合いましょうということをやってたりするんですね。はい、そうすると自動車会社の株が上がればその株を持っていた部品会社のもうものすごく儲かるわけですよね。そこで売るっていうことですか。だから売っちゃうとその関係が切れてしまうので、うん、そのまま持ち続けているとどんどん、資産が増えてくる、会社がものすごく儲かってるよねっていうことが評価されるってことですね。でも株って下がることもあるわけでしょ。もちろんありますけど、うん、これは年に何回か決算で報告をするわけですよね。うん、その時に株をこれだけ持っててこれだけの利益が上がってますよってことを必ず株主に報告しなければいけない、うん、とそれを見ていると、この会社は今本当に儲かってるんだなって言って、それでまたその会社の株が売れるということもあるんですね。じゃあ持っている株の、価値が上がると、うん、それがその自社の、評価にもつながってくるという、はい、そういうからくりになっているというふうに考えればいいですか。その通りですね。はい、あるいはそうやって株を投資している人にしてみても、うわ儲かったってなれば、じゃあ不動産を買おうかとか、うん、じゃあね、オークションを買おうかとかいうことになったり、うん、あるいはいろんな買い物をして結果的に景気が良くなってくるという期待を込めて株価がニュースになってるってことですね。うん、ますます自分には関係ないという気がしてきちゃいましたけれども、はい、はい、そういうからくりになるということです。はい、はい、はい、そしてそのね、株の値が上がっているということにはさまざまな要因があるということなんですね。そうですね。はい、一つのきっかけはですね、去年の3月ですね、東京証券取引所がこの上場している会社にもっとみんなが株を買いたくなるような取り組みをしなさいって、伝達というか指示をしたんですよね。なぜですか？東京証券取引所で売買がされているわけですから、うん、そこで活発になれば当然、そこの場所を提供している東京証券取引所にもお金が入ってくるということになるわけですよ、ね。場所を貸しているからその、はい、場所を貸しているお金を取るということですね。はいはい、東京証券取引所が。はい。でここに新規事業とか利益が増すとかここにありますけれども、はい、これはどういうふうに解釈すればいいんでしょうか。例えばいろんな企業が内部留保、たっぷりお金を貯め込んでるって昔から言われてましたよね。はいはい、溜め込んでちゃダメだと、それで新しい仕事を始める、それによってもっと儲けるように頑張りなさいと、そうなるとあ、この会社これから儲かるかもしれないって株を買う人が出てきますよね。あるいは利益が出てきたらそれを配当金の形で株主に還元しなさいと、例えば株を持っててもですね、配当金がわずかだと、魅力がないわけですよね。ところが配当が増えてくると銀行に預金してるよりよっぽど儲かるっていうふうに考えると、ここの株を買うっていう人が増えてくる、そういうこういうやり方をしながらとにかくみんなが株を買いたくなるような取り組みをしなさいと東京証券取引所が指示したってことですね。それが効果が出たっていうことになるんですか？そうなんです。要するにその通りのことをしないと、例えばプライムにいるけどスタンダードに落とされてしまうとか、あるいはとにかく他の会社が株価が上がってるのにうちの会社だけ株価が上がらないってなるとそこの経営者の責任問題になってくる。株主にしてみればなんで株が上がらないんだ、お前たち経営者が無能だからやめろってことになるかもしれないという危機意識を持ってですね、株価が上がるように一生懸命取り組みを始めたってことなんですね。すみません、ちょっと疑問が出ちゃったんですけど、プライムからスタンダードに落とすのは誰が決めるんですか？東京証券取引所が決めるんです。証券取引所が決める。はい。はい。で、そのプライムの中から選ぶのは日本経済新聞社。あ、そうです。なるほど。ずいぶん特権ですね。あ、そうですよ。いや、というかこれそもそもはアメリカのダウって会社が、ダウジョーンズって会社が株の平均価格の出し方をやったんですよ。それを日本でも導入して、日本でも昔はダウ平均って言い方してたんですね。それを日本経済新聞社が権利を買い取ったんですよ。だから一時は日経ダウという、今はダウから権利を全部買い取って日経新聞がこの計算ができるような権利を持ってるってことですね。権利を買い取ったっていうのは、そのやり方を買い取ったということですか？その通りです。ああ、わかりました。だから、日経平均株価はあくまで225社だけですけど、東京証券取引所に上場しているすべての会社の、総合的な値段を、指数にして、東証指数っていう形でも発表してるんですね。どこが？それは東京証券取引所が、日経新聞ではなく、だから東証株価指数という形、これもニュースを見てると必ず出てきますよね。日経平均株価とトピックス、東京証券取引所指数、東証株価指数って2通り出てます。だから日経平均株価は日本経済新聞社が、トピックスは東京証券取引所が計算しているってことですね。数字に弱い私はそれだけ聞いただけでちょっとうんざりしてしまうというところもあるんですが、そういうような形で決められている。でその中で円安とか、中国の経済が低調であるとか、こういったことも日本の株が高くなることに要因しているというか、そういうことになってるわけですね。だから円安でしょ。そうすると海外の投資家にしてみると日本の株がすごく安く見えるわけですよね。こんなに優良な企業が、株がこんなに安いのか、じゃあ今のうちに買っておこうという海外の投資家が大量に日本の会社の株を買い始めたんですね。そうすると結果的に値が上がるということになるわけですね。その通りなんですね。そして今中国経済がものすごく不調になっているわけでしょ。これまで中国が発展すると思って中国の会社の株を買ってた海外の投資家が、いやもう中国は当分見通しないから株は売ってしまって、そのお金で日本の会社の株を買おうという、これによってもですね、海外の投資家が大量に日本の株を買うようになったんですよ。それから最後のところ、新NISAが始まるということによって投資の利益に免税となってます。これはね、特に今の若い人たちもね、将来のことを考えると不安だから新NISAを株の投資を始めようかって人結構増えてますよね。これ株を売買すると必ず 20% の税金がかけられるんですね。これはだから例えばこう普通に仕事をしていてね、例えばビジネスパーソンが副業をしたりすると、副業で20万円を超えると確定申告しなきゃいけませんよね、はい、だけど株の場合は売買したところで自動的に 20% 税金が取られるので、これ確定申告する必要ないんですよね、それで株の投資をしている人もいるんですけど、新NISAは限度額はありますけど 20% の税金がかかりませんよ、免税ですよ、お得ですよ。このNISAでいろんな取引をすると、税金がかからなくて儲かりますよという仕組みを始めたわけですよね。じゃあと言ってこれを買う人が増えてきている。結果的に株価が上がりますよね。それだけもう売られるものが多くなると、はい、値段も上がるというシステムだということですね。この辺は私にも分かります。はい。だからこういう理由で上がってるわけで、日本経済全体が景気が良くなったから上がったというわけでは必ずしもないってことですよね。バブルっていうのはどういう状態のことを言うんですか？バブルというのはね、弾けて初めてこれがバブルだって気がつくってことなんですね。だからこれが34年前、間もなく日経平均株価が4万円に行きそうだってなった時に暮れにですね、来年はもう5万円まで行くぞってみんなウキウキ気分だったんですよ。誰もねバブルだと思ってなかったんですよ。景気がいいんだと思ってたわけですよ。でもバブル経済っていつから言われましたかね。その後です。その後弾けてしまって株価が暴落をし、みんなが給料が上がらないどころか、失業者が増えてきてから、あれは景気がいいと思ってたけどあれはバブルだったんだって言われるってことですよね。だからバブルの真っ最中ってね、ほとんどの人はねバブルだって言わないんですよ。弾けてからあれはバブルだったって思うわけですね。で大体そういうバブルって大体30年ごとに起きてるんですよ、過去に見ると。なぜかというとバブルが弾けてひどい目に遭った人っていうのがいる間はですね、そんな踊らされたりしないわけですね。でも30年ぐらいすると経済の中心からみんな引退しちゃうでしょ。とバブルで弾けてひどい目に遭ったって人がいなくなるわけですよ。そうすると景気がいいんだって言って思ってこうやって株をどんどん買うっていうことになりかねないわけですね。もちろんこれから株もっと上がるかもしれませんよ。でも株って上がることもあれば下がることもあるわけですよ。だからそれは株がね、これからも上がりますよと証券会社の人は言うわけですよ。だったらそれは売買してくれれば証券会社が儲かりますから。だから証券会社の人がこれからも株上がりますよと言ったらちょっとこうね、眉につばつけて聞いた方がいいのかなってこう思いますし、株上がるかもしれないけど下がるかもしれないよっていうことだけは知っておいてほしいなと思いますよね。ここまでね、説明はよく分かったんですけれども、株に縁のない私とか、あとは景気の良さを実感できない人たちっていうのもいますよね。でもテレビの視聴率はいいわけですよね。そうなんですね。これね、大谷翔平の結婚のニュースと両方とも数字が取れるんですよね。やっぱり見ていてなんかちょっとウキウキするとか、明るい話だなってこういうのやっぱり知りたいという人がいるのかなと思うんですけどね。そうですよね。私も全然関係ないと思いながら、やっぱり景気が悪いとか物価だけが上がってるとかそういうニュースはなんとなくうんざりって気持ちになるんですけれども、なんとなく株価が上がってるとか景気がいいんだって言われると、そうなんだ、なんとなく明るい気持ちになるので、そうすると物を買いたくなるのかななんていう気もします。そうですよね。よくね、景気の気は気分の気ってという言い方もするんですよね。みんなが景気がいいと思ってくれれば、いろんな買い物もする。そうすると結果的に本当に景気が良くなるというところがあるんですよね。だから今は株ばっかり上がってて、ね、自分には関係ないと思っている人たちもいるかもしれませんけど、これがみんながその気になれば景気も良くなるかもしれないし。だけど株って上がることもあれば下がることもあるんだってことを知った上で対応を考えてほしいなと思いますね。まあね、本当に景気のいい時代がこのまま続くといいなと思います。YouTube 学園から新しい本が生まれました。歴史で読み解く世界情勢の基本。これを読めば混迷する世界情勢が見えてきます。チョコレートで読み解く世界史。チョコレートの歴史を知ると今の世界情勢もわかります。美味しい本ですね。はい、ぜひ味わってください。